皆様こんにちは、山芋です。本日はワールドネバーランドエルネオ王国の日々アプリの方を進めていきます。はい、現在214年15日でございます。イベントが終了いたしました。私ちょっとログインができてなかった日があったりとか、最後の追い込みの日が忙しかったりとかして、50以内から落ちてしまいました。いやー辛い。で、ちなみにでございますが、イナさんの出産シーンとかその他もろもろですね、撮影終えてます。ですが先にご報告したいことがあるので、ちょっと時系列が逆になりますが、先にお話をしたいと思います。お小遣いあげるかちょっと待ってね。はい、まずランキング61位でした。いやー辛いちょっと今商品ゲットしてません。はい、こちらギフトボックスです。不具合のお詫びとあります。ちょっとね、一個ね、押してしまったんですけども、一個不具合のお詫びっていうのが二つあって、あと空白ののが一つあるんですよね。これが何かっていうと、こちらお知らせの新着情報に不具合のお詫びとあります。私はこれに該当しておりました。はい、この度は10月2日に追加された武器のうち、戦王の斧と魔獣、私が当たったやつですね、の強化設定に誤りがあり、ご利用のお客様にご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。この度の不具合のお詫びといたしまして、以下の対応を行いました。該当期間中に福引を利用していただいたお客様に対してご利用になられた福引の3分の1をお返しいたしました。該当武器を強化されたお客様に対し、強化に要した経験値相当のSP シャドウを送りいたしました。該当武器を強化され探索イベント参加くださいましたお客様に対し、ランキングに応じたお詫びのアイテムをお送りいたしましたとのことで、ランキングに応じたお詫びのアイテムもあるということでございます。私25まで強化しちゃったんで、結構な SP シャドウがあるんじゃないかなと。ちなみに3分の1の福引券を先にいただいてしまいました。何も考えずにボタンを押しちゃいました。お金もね、結構使っちゃってるんですけど、まあまあでもイベント楽しませていただいたんで、まあそれはまあ良しとしましょう。だ本当に今回もちょっと課金をさせていただきました。リスナー様からのね、視聴者様からのね、お金をね、使いました。いや本当にすいません。ありがとうございます。皆様のスパチャがちょっとこのような形で還元されております。私に。あ、急にご飯。またピザを食べてしまった。多分ね、チーズとか蜂蜜を全部食べちゃったんだと思うんですよね。最近このピザをよく放っておいたら食べてます。あ、やばい、かぼちゃ植えてたんだけども、なんか、斜めになっててブサイクでしたね、今。あ、そうだ、その前にです。私、衣装一個だけ落ちました。これですよね、多分。最後の最後に落ちました。いや、簡単な方で落ちましたね。いやー、きつかった。落ちないし、ポイント下がるし、みたいな。では、キャラクター詳細。おー。笑っちゃダメなんだけど、おんちゃんなんか、面白いことになってますね。では、一個ずつ、この不具合のお詫び、この、四角くついてるやつをもらいたいと思います。SP シャード3個でございました。25まで上げると、SP シャードは3個。いただけるとのことです。ありがとうございます。強化の不具合になんかあったということは、もうそれは治ってるから、もうこれから使っても大丈夫ってことかな。お、なんか出ましたね。この度追加された武器のうち、背負の指、魔獣の強化の設定に誤りがあったということで、強化に用意した経験値相当の SP シャード。ありがとうございます。ちなみに3分の1のチケットが返ってくるっていうお話があったんですけど、その時はですね、こんな感じで、またご丁寧なあのメッセージが添えられておりました。本当に20連引いとけばよかったかなとか、ちょっとね、悪い心が出ましたけども、いえいえ、もう本当に、いい武器が当たったのに、私はさらにこんなくじ引きの券をいただいてしまって、なんか、申し訳ないなと逆に思いました。ありがとうございます。では、こちらですね。何もついてない方。これをちょっと気になるので押してみたいと思います。不具合のお詫びの上。はい。バルシナの先行感5個。あ、これですね。お詫びがあります。ランキングでお詫びのアイテム。でも普通にイベント楽しんだのに、こんなにいただいちゃってありがとうございます。ということで、あとは一括で受け取りたいと思います。強化に誤りがあったって言ってたんですけど、
強くなってますかね。あ、見つけました。これですね。私がライブ配信中に使ってたやつなんですけども。じゃん。はい。私、レベル25で、320ね、攻撃力は。で、防御力57だった。ですね。元に戻ってます。リジェクターデュアル。レベル25だと394。おっと、これは攻撃力70も違ったのか。なかなかですね。70ってそこまでじゃないかな。いや、でも、いや、すごいですね。これぐらいでもね、ファングドガンと、あんまり変わらなかったのか、星さんと。まあでも次のイベントからは結構これでいけるってことですもんね。この武器自体はもう治ってるというか修正されてるので、これをじゃあレベル30まで上げてしまってもいいのかな。さっきの SP シャドウ使ってみましょうか。このリジェクターデュアルに増えました。わかんないね。これ3つ使ってもお金は減らないけど経験値はちょっと増えるという感じですかね。使っちゃう？ボーナスが1500つくんだね。まあ、レベル30にするまでには全然経験、全然足りないな。まだまだだな。頑張ります。では、時間を戻して、お願いがある。さっきなんか誰かのお願い聞いたけどな。では、時間を戻しまして、お友達の出産シーンからお送りしたいと思います。出産、違うじゃん。もうすぐ生まれるから、稲さんが。ね、イナさんが今、天使ちゃんついてます。今日が、はい、出産予定日ということで。どこにベッドあるっけ？こっちか。オッケー。ちょっと待ってみたいと思います。では、イナユベールさんに赤ちゃんが生まれそうで参加します。痛いって、イナちゃんに服着せてあげたらよかったね。もうすぐだよ。はぁ。ノアさんが手を握ってる。俺がついてるからかっこいい。はい、生まれるよ。生まれるよ。はどっちどっちどっち。ああ、女の子だ。かわいい。お目目が大きい女の子だ。かわやかちゃん。お母さん頑張ります。元気な女の子ですよ。さあ、名前ですよ、名前。かわいい。色黒のパッチリお目目。これは、しかも金髪だ。おー、ちょっと将来楽しみだよ、これは。あー、みんな笑ってる。あ、にっこり。キャシー、名前がまた可愛い。キャシーちゃん。いいじゃないですか、キャシーちゃん。抱っこ。嫌なんだ。ごめん。ごめん、キャシーちゃん。キャシーちゃん、性格が不器用な性格。ちょっと、何なのかな？不器用。いや、不器用でもない。女子不器用でも別にね。大丈夫。お腹減ってんのか？だってパパとママがご飯くれるよ、きっと。いや、おめでとう。よかったね。では、授業に参加しまーす。また服変えるの忘れてたな。なんかこう、ダンジョンとかに潜ってると、服とか変えるの忘れちゃうんですよ。めっちゃカジュアルのまま。窓カートリッジの話してますね。あ、シャードのことなの？昔はクリスタルと呼ばれてたエネルギーの結晶のかけら。この国ではクリスタルって言わないんだ。今更知った。ちゃんと読んでないから。リベカちゃんをいつも見ようと思ってます。リベカくんなのかな？アモロス星なんだよな。多分この緑髪だと思うんだよね。アモロス星の人は、おそらく緑髪。いや、違うかな。違う、女の子だ。あ、この子か。家系図。あー、サルバドール。明日試合するサルバドールくんの、そうなる子供なんだ。孫になるのか。親戚なんだ。おんちゃんから見ると、リベカちゃんも親戚なんだね。どこ行くの？あ、森の小道ですよって、ちゃんと敬語使える子、すごいいい子。ジャックリーヌちゃんも、あれ？ジャックリーヌちゃん、入学式やったっけ？ちゃんと記憶がない。
はい、これ今カレンダー見て、カレンダーじゃない、はい、王国情報選抜トーナメントで13日なんで、ダディーナとプルルの兄弟対決がございます。で、明日はオンちゃんの試合、いや、ドキドキしますね。ちゃん、こんにちは。そう、今日の夕方から試合があるねって言ってる。え、探索と試合で使うスキルが違うから、え、探索と試合でスキルみんな変えてるの？あ、全体攻撃とか遠方の攻撃いらないよねみたいなことを教えてくれてるってこと？はい、始まります。あー、エリンさんだ。ダディーナ来たよ。ダディーナ頑張って。オッケー、プルル盾持ちの剣です。二人とも剣ですね。さあ、試合、互いに礼、あ、お互いのね、配慮が来てますね。配慮って何？配偶者？何？旦那さんと奥さんが二人とも来てたよ。すっごいいい勝負してる、すっごいいい勝負してる。え、どっち勝った今。あー、プルルが勝った。お姉ちゃんが勝ったんだね。おめでとう。あー、ちょっとダディーナ。あ、そっか、今来てたのジャクリーンちゃんだったのか。残念だったね。大丈夫、おいらが仇を取ってやる。プルルおめでとう。プルル近っ。プルル、プルル待って、喋れない。プルルとおめでとう。あー、すごいドヤ顔、ドヤ顔してる。顔似てるなエリーさん、エリーさん、エリーさん、お疲れ様。どう最近？もう20歳ってちょっとやだな、怖いな。そろそろね、寿命とかがドキドキしてくる。はい、選抜トーナメント、おんちゃん2回目の試合、じゃあ今回初めての試合か。またパパなんだけど、パパが仕切っております。はい、親戚のサルバドールくん、またいとこになるのかな。おじいちゃん同士が、おじいちゃん、そうだよね、おじいちゃん同士が兄弟です。おんちゃん、今ね、ブースト中の、キラキラのいい武器で来てしまいました。多分ね、能力が半端なく強いんで、も何も考えずに、ただ、銃を撃ってしまいたいと思います。ダン、ダン、ダン、ドン、ドン、さあ行きます。瞬殺でございました。おんちゃん強い。そこまで、勝者オントゥルラオル、来ました。これにて本日の試合を終えるということで終わりましたね。じゃあパパにアピール、ロシャちゃんにアピール。何してるの？いや、試合してたじゃん。見てなかったの？頼まれ、嘘って、嘘ついちゃう。パパは、パパパパパパパ頑張って、パパパパ試合に勝ったんだ。おめでとう。オンドロさすがだね。すっごいガッツポーズしてくれた。勝った、サラバドールくん。あ、君に勝ってよとかは言えないんだね。この服だからちょっと余計にちょっと悪ぶっちゃうから、あんまり何も言わない方がいい。あ、ポードワンさん、応援に、あ、ダンジョン、どこダンジョン、あ、旧時代の、まあいいよ、言ってあげるよ。ちょ、今からガンガンレベル上げていかなきゃね。ちょっと今イベント中なんですけど、かなり厳しく、ちょっと頑張りたいと思います。ということで、兄弟対決までね、見ることができました。次のオンちゃんの試合は19日なんで、まあまたそれまでまったり、もうちょっとレベルを上げてみたりしたいと思います。今回のイベントは、まあ、両手持ちだったんですけども、前片手持ちで両手持ちときたんで、また次はね、いつか来るとしたら、防御の月の、盾付きの武器だと思うので、またそれに合わせたスキルとかもね、見直しながら、強くしていきたいなと思います。あ、そうだ。これ結局まだもらってなかった商品をゲットしておきます。これかな？ 100 以内でもらえるやつ。合ってます？あ、おんちゃん、青の方が似合うかもしれないですね。もう一個の方、ドロシアちゃんにつけてあげたいな。ドロシアちゃん見つけたんで着替えさせます。着てもらって。あ、かわいい！あ、女の子の方がかわいいな。スカートだもんね。男の子ズボンだからな。ちょ、これで出かけないかな？一緒に。
出かけてくれないかな。ないのか、なんでお出かけしようないの。まだ昼になってないから。いいじゃんいいじゃん。ちょっとお昼になる前にですね、はい、今こちらにキャンペーン情報が来てますね。はい、月間ログインボーナスに加えてパッケージ版発売記念ログインボーナスを実施しますとのことで、いや楽しみじゃないですかこれ。ということで皆さんリツイート頑張りましょう。千里ツイート行くだけで特別ユータクーポン2枚みんながもらえる大チャンスがあります。10月23日火曜日のメンテナンス後からみんながリツイートするともらえると。パスポートが2枚もらえるっていうのも結構大きいですよね。いやハロウィンの服も欲しい、かわいい。ゴールドラッシュイベントが来るので、まあ、その次のイベントがまた何かなっていうね。ハロウィンのイベントも来てほしいですよね。みんなそれを見越してパッチをいっぱい育ててる人もいるんじゃないでしょうか。あー、今、たまたまね、父さん調子はどうで、出ました。いやー、めっちゃきつい。どうかしたんですか？元気がなさそうですけど。まあ少し気遣いありがとう。あー、早いなー。レントンまだ20歳だよ。マジか。もうこれやっぱモカちゃんの家系なんですかね。こんなカンストして頑張ってる。しかも今日葬儀あったん。誰の葬儀あったんや。マジかー。あ、なんか誘っちゃった。今ドロシアちゃん誘おうと思ったのに。すっごいショックだなー。ちょっとお母さんも一応聞いときます。どんよりしてるもんね、お父さん。お母さんは多分これ長生きするパターンな気がするんだよね。お母さんにも挨拶をしてみます。あ、大丈夫ですね。なんかね、王様になりたいのもあるんだけど、やっぱママには死んでほしくないなっていう思いもあるんだよね。あ、ドロシアちゃん。一緒にどこか行かに来ましたね。なんでやることあるの？なんかぐいぐい来るくせに断るんだよな。どこか行かない？よっしゃ。ジルコンビットが光ってましたね。あ、いいですね。男女で着るのも可愛いかも。ちょっともさっとしてるのが面白いですね。ちょっと、こっち向いてるクマと向こう向いてるクマでちょっとあんまり合ってなかったけど。いや、ちょっと面白いな。服逆の色の方が良かったかもしれない。のんびりした時間を過ごしたいって。幸せそうだな。なんか、レントンがああなっちゃったらすごい寂しいな。まあ、それは仕方ないよね、ドロシアちゃんね。仕方ないね。めっちゃ見るね、ドロシアちゃん。めっちゃ見る。あ、どっか行っちゃった。ということで、今回もイベントを楽しみました。また次のイベントもね、楽しんでいきたいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。イクノボドアンさん、じゃあ行こうか。最近よく誘ってくれる。またねー。